遠い遠い、はるか昔、世界の東の外れに、ジパングと呼ばれる国があった。ジパングは周囲を海に囲まれ、春夏秋冬、季節を問わず花が咲き乱れる、平和で美しい国であった。何千年もの昔から今に至るまで、しかし、そのジパングも、かつて一度だけ滅びかけたことがあった。この男のために。その名を、マサカドという。マサカドはジパングを自らの望む理想郷にしようと目論んだ。そしてその土台作りとして、この国の全てを無に返すべく破壊に破壊を重ねた。大地はひび割れ、めくれ上がり、川が枯れ、海が干上がり、空は漆黒の闇と化した。そして、ゴーゴーとどよもす風の中で、すべての生き物が死に絶えようとしたとき、火の一族と呼ばれる者たちが、いずこからともなく現れ、マサカドに立ち向かったという。火の一族とマサカドの死闘は、延々100日の長きにわたって続いたという。その死闘の果て、ついにマサカドの霊を地中に封印した時には、火の一族のほとんどが死に絶えていた。かくしてジパングは平和を取り戻した。光や水や大地や雲がよみがえり、木の芽が吹き、水が湧き、花が咲き、空はその青さを取り戻した。だが、その安らぎもほんのわずかな時でしかなかった。ジパングを我が物にせんと、マサカドの復活を企む悪の一団が、その行動を開始していたのだった。ジパングの筑波と呼ばれる山に、わずかばかり残った火の一族の末裔の一人がいた。よう、ガマ仙人のじっちゃま、マサカドってやつはそんなにすごいのか？うん。
気圧が動くとき大木は倒れ火が走り、その後には屍しか残らんと言われておる。へえ。そんなにすごいやつが復活したら、この筑波山も消えてなくなっちまうのか？そうじゃ。筑波山の鳥や動物もカエルたちもみんな将門のやつに消されちまうのか？そうじゃ。秋に実をつけるリンゴの木や栗の木も菜の花もみんな燃やされちまうのか？そうじゃ。そんなやつ許しておけねえな。うん、ジライア、それでわしはお前に今まで苦しい修行を与えてきたのだ。オイラに将門ってやつが倒せるのか？おそらく無理じゃろ。だったらなんでオイラは今まで修行してきたんだよ。お前一人では無理だということじゃ。しかしお前と同じ定めを持った者があと二人を、この二人と力を合わせれば将門の復活を阻止することができるじゃろ。冗談じゃねえよ。将門なんてやつオイラ一人で十分だよ。ならば行ってこい。しかし火の一族二人と力を合わせねば将門には立ち向かえぬぞ。今日がジパングを支配してしまうぞ。急ぐのじゃ。
Thank you.
ワカメ、ポンポコリン。